はい、皆さんこんにちは、マグロレットです。スイッチ版のシャドーバース、まあ皆さん興味あるかわかりませんが、スイッチ版のシャドーバースにですね、かなり、大量のレジェンドカード発表されましたんで、これはまあ限定ですよね。限定のカードになっていますんで見ていきたいと思います。まあ初見で見ていきたいと思いますんで、まあ、ちょっと新鮮な反応がね、はい、できると思います。まずはウィッチのレジェンドカード。フォビドゥンソーサラー434ですね。ファンファレ、自分の場合に土のインアミレットがないなら土の魔変一つを出す。あるなら土の秘術、近畿の実験1枚程度に加える。進化時近畿の実験1枚程度に加えるということで、まあ、ファンファレで土の印を、インを消費できればトークンですね。で進化時にもトークン、こちらの近畿の実験を加えます。4コスト払って自分のフォロワー1体は失踪とドレインを持つ。なるほど。まあ、パッと思いつくところでやっぱフレイムデストロイヤーみたいな、あのスペブ系カードであれば、まあコストを踏み倒しつつ、大量打点でドレインも可能なので、その辺が、まあ現実的なラインかなと思いますが、他なんだろうな、まあラスワで土で、あんまりない気がしますけどね、なんかありましたっけ？カードプールが昔ですからね、ちょっとパッとは出てきませんが、まあやっぱフレデスなのかなとは思いました。ただ本体がやっぱ土っていうのもあって、うん。ただ、土軸に入れてもどうなんだって感じしますもんね。まあ、スペブに突っ込んで、っていう感じになるんでしょうか。はい。まあ、実際、フレデスにかけることができれば、ルーンブレードサモナーもいけるのか。そうだ。昔はルーンブレードサモナーっていうカードありましたからね。あれが4コスなので、本体が。なんで、まあ、8PP で大量疾走。まあ、なんなら OTK も全然いけるよという感じで使えると思います。まあ、そういうロマンコンボが可能なカードになっていますかね。ただちょっとパワー的にはいまいちなのかなと思ってしまいますね、フォビドゥンソーサラー。まあそういう特定のコンボでしか使えない印象は今のところあります。続いて、ロイヤルのレジェンドカード、ゴールデンウォーリアーですね。2コスト1、2で、ファンファーレ、スペルを1枚デッキからサーチ。で、さらに場に指揮官カードがあれば、アミュレットもサーチします。で、さらにですね、進化すると、手札のランダムなスペルとアミュレットのコストをマイナス2、2ずつすると、これは結構壊れてるなぁ。まずまあ、本体2、1、2スペルサーチの時点で最低限仕事してますし、加えてね、指揮官がいれば2枚分のサーチ。しかも進化事項が結構えげつないですからね。いや、これは結構今のローテとかに来ても、まあ、今のローテ噛み合うカードあるかわかんないけど、結構重宝するんじゃないかな。スペルサーチは熱いですね。昔あのイルミスナとかいましたけど、まあ、あれはハンド捨てる必要もありますからね。うん、かなり使いやすいかなと思います。ゴールデンウォーリアー。で、何サーチできるのかなって思ったんですけど、昔のカードプールだと、移行がありますよね。で、移行って昔はクソ弱かったんですけど、めちゃくちゃ弱かったんですけど、アニメで移行をめちゃくちゃ強化するカードが登場したんですよ。はい、移行があれば、まあ、敵のフォロワーを奪って、で、1コスして出すみたいなカードもあるんで、まあ、その辺考えると移行型の構築、移行特化構築は結構このスイッチ版では強化されてるのかなと思いました。うん、なんで、まあ、ゴールデンウォーリアで移行確定サーチしつつ、コストを軽減してプレイするっていうのは、かなりね、スイッチ版ならありなのかなと。昔で考えたらありえないですけどね、そんな展開ないですが、まあまあ、新しい戦法生まれるのかなと思います。続いてエルフですね。デッドリーエルフ。4コス24で、ファンファレ。自分の手札のフェアリーすべてを捨て、捨てた枚数と同じだけカードを引く。はい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 。いやーでもなかなか優秀ですよね。まあ、運命でいいっていうのはありますけど、多分運命もデッドリーエルフを両方とも積むことで、まあ、冥府型、うん、ちょっと、スイッチ環境で冥府が通用するか分かりませんが、まあやっぱ昔のね、第1弾の覇者、第2弾でも強かったわけですから、冥府。まあ全然スイッチ版の調整次第では冥府まだまだ使えるかなと思います。フェアリーをね、うまく使うカードも絶対追加されるはずですから、まあ、デッドリエルフは結構いいですよね。うん。まあ、本体スタッツは低いですし、先4、正直まあ先4ぐらいじゃないと起きづらいかなという印象はありますが、まあ、冥府型、また復権すんのかな。いや、さすがにでも新カードインフレもしてますからね。まあ、楽しみですね。その昔最強だった冥府をどれだけ他の構築が上回れるか、追いつけるかっていうのは見物かなと思います。続いて、ビショップのレジェンドカード、ホーリーセーバーですね。いや、これ好きなタイプのイラストだなぁ。めちゃくちゃ、でかい盾とでかい剣持ってるキャラめちゃ好きなんですよ。323で、このフォロワーは EP による進化ができない。ファンファレ、自分の PP 最大値が相手の PP 最大値以下なら、自分のビショップフォロワーすべてを受けるダメージマイナス1するを持つ。まあ、自分自身もですよね。で、ファンファレエンハンサーし、このターン中に自分のアミュレットが破壊されていたなら、聖女の号令1枚でない加える。アミュレットが破壊されていたならか、まあ、カウントダウンで起動できるということですよね。
で進化すると、76スタッツになって失踪守護、自分のターン終了時このフォロワーの体力を上限まで回復、あムーンアルミラージみたいな能力がついていると。ただ能力によるてかね、普通に進化切れませんから、聖女の号令かな。うん、でこっちがゼロコズスペルで、進化していない自分のビショップボールは全てを進化。なるほど。へえ、いや、これはいいカードだな。うん、パワー的に今のローテとかで考えれば、まあやっぱ厳しいとは思いますが、昔の環境でしょ。で8コス76失踪守護みたいになるってことですよね。でプラスあのカウントアミネットで失踪のものをあらかじめセットしておけば、一気にね聖女の号令によってその失踪フォロワーも進化させれるんで、実質まあ他のフォロワーの打点も伸ばせるというカードになってますし、突進とかとももちろん相性、あ、突進は関係ないか。まあ、亀とかね、いましたっけ、プール的に。亀とかいればめちゃくちゃ相性いいですね。進化もそうですし、突進57とかになりますしね、進化すれば。へぇ、いや、これアミュージックなかなか楽しそう、ホーリーセーバーは。普通に本体で置いてもまあいいのか。相手の PP 最大値以下ですから、高校であればあと3で、323で置いてダメージマイナス1はまず勝利できないですからね。あと3323ダメージマイナス1、うん、なるほど。まあ、いろんな使い方はあると。あ、でしかもそっか、エンハンスで置いてもこのマイナス1発動しますから、まあ、うまいこと守護でマイナス1もできればかなり、ダメージ的にも守れるというカードになってますね。いや、これは楽しみだな。ちょっとでもパワー的に追いつけるか怪しいかな。スイッチ版でも。でも好きなカードではありますね。バイオレントスネーク403で必殺突進。自分のターン中相手のフォロワーを攻撃して破壊し、このフォロワーが破壊されなかったら相手のリーダーに2ダメージ。うん。で、進化しても能力は変わらないが、スタッツは2に増えると。なるほど。これどうなんだろう。まあ弱いことはない気はしますけどね。 4コス確定除去にみたいにも使えるし、まあ先読んであれば相手の22とか23を上から、まさにさっきのね、聖女を上から踏んで、で一方的に破壊した上で2ダメージパン。しかも01の必殺って結構厄介ですからね。スペルとかで処理すればいいんですけど、フォロワーとかで当たる分には有利トレード行えませんから、また先読んで強いカードかな。うん、先読んか、あるいはまあコントロール軸で使った時にその確定除去みたいな風に小回りの利き確定除去として使えるっていうのはありますよね。ただまあ正直パワーちょっと低めかなとは思ってしまうな。ヘルスせめて4とかないと、3ですからね。まあ先読んとかに関してはめちゃくちゃ、あ、でも結構いいのかなこれ。アグロででも4コス払いたくないですよねこいつに。いや、なんかちょっと微妙な印象ありますねこのカードは。ブルータルドラゴニュート、433のドラゴンレジェンド。ファンファーレ、この単純に破壊されたフォロワーが2体以上なら相手も含める、失踪を持つ。ファンファーレ、確定状態なら自分の PV が2回復。なるほど。はいはい。まあ、なんで、トレード1回行うだけでも達成ですよね、条件。自分のフォロワーで、相手のフォロワーで、こう、相打ちを取るだけで失踪がつくと。ただ、本体が433ですからね。うん。覚醒なら2コス33になるとはいえ、どうなんだろうな。まあスイッチ版のドラゴンがどれだけこう攻めていく構築組めるのかによりますが、昔のランプドラでしょ、第3弾でしょ。いや、どうなんだろうな。ちょっとこれはなんかドラゴンを底上げしてくれるカードではないですもんね。フィニッシャーですし、条件付き失踪でもありますから、まあ、なんかちょっと微妙、もうちょい欲しいなーっていう気はしちゃいますね、どうしても。マッドネスリーパー、433でネクロマンサーレジェンド。ラストワード、次の自分のターン開始時まで自分のリーダーへの4以上のダメージは3になる。で、進化すると、ネクロマンス2で相手のフォロワー1体に3ダメージ。あー、まあなんか便利な感じの能力。というかカードですよね。ただ破壊ラスワで起動すんのか能力、どうなの。せめて守護あればね、いいんですけどね。ダメージ耐性、まあダメージ耐性的に見ればシャドーバース4以上を3にするとかみたいなのはかなり強力なんで、耐性の価値的には高いとは思うんです。特にイグニスドラゴンの、まあイグニスドラゴンの環境にいるかわかんないですけど、まあ、イグニスドラゴンで顔殴って10点みたいなのに対して、まあ、3点にできるっていうのはあると思うんですよ。ただまあそうですね、ちょっとあまりにも使いづらい印象はあるな。ラストワードだし、
あ、でもそっか、イグニスドラゴンで殴ったら、強制的に AOE 発動して、こいつ死ぬから、まあ、イグニスドラゴンメタではあるのかな一応、わかんないですけど。なるほど、なるほど。はい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 。まあ、あと、新しくアニメでね、最新話で登場した10コスレジェンドドラゴンのメタでもあるので、あるんですかね。まあ、先読んでおくカードじゃないですよね、少なくとも。終盤以降で、こう、こいつにソルコン打ってみたいな風になると思うので、まあ、あれかな冥府かな、冥府ネクロが実際使えるかわかりませんが、冥府型でマットネスリーパーに、こう、まあ、ソルコンとか打って破壊して、顔を守りながら、特殊処理していくよみたいな構築は、まあ、あるのかなとは思いますが、進化時ネクロマンス食うのもありますからね。ちょっと現状使い方いまいち見えてこないな。正直なところ。はい。はい、そして最後に、なんとですね、散々ネタにされ続けたスカルフェインさんがスイッチ版で、超強化されるということなんで、これも見ていきたいと思います。7コス44なのは変わらないんですが、自分がアムレットをプレイするたび、手札のこのカードのコストをマイナス1するという能力を持ちながら、元々のね、アムレットすべてを破壊する能力もしっかり、備えています。これはね、いや、強いでしょ。まあ、ただアムレットの種類がそんなにない。昔でもね、1コス2ドローのアミレット、願いはありますから、まあ、全然序盤でもアミレットぐるぐる回してっていうの可能ですもんね。あ、しかも普通にアミュージック強かったですもんね、第2弾の頃は。ガルラ型とかも強かったわけですから、そういうテンポ型のアミレット軸では全然採用できるかなと思います。いや、これは、ぜひ使いたいですね。スカルフェインはもう散々一族いろいろいますけど、全員弱いというかね。ほとんど日の目は見たことないタイプですけど、このアミュレット全破壊系は。いや、ついにスイッチ版では、使えるんでしょうか。一応ね、僕、最初期のベータ版で使ってて、その時は強かったんですよ、スカルフェイン。なんで、まあ、その頃の威厳というか、強みをね、取り戻してもらいたいと思います。というわけで、今回ね、いろいろレジェンドカード見てきましたが、以上になります。まあ、全体的にやっぱり、今のローテと比較すればパワーは低いのかなと思いますが、ただね、アニメで出てきてる、最新話で出てきたレジェンドカードとか見ると、めちゃくちゃ強いんですよ。半端なく強くて、あれが使えるんだったら、かなりね、環境も荒れるかなと思いますが、今のところ使えないんですかね、あのカードは。どうなんだろう、ストーリー限定とかなのかな。はい、まあ、という風になっていました。またね、もちろんスイッチ版プレイしていきたいと思いますし、新から出たらね、見ていきたいと思います。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。